欧州復興開発銀行は1989年の東欧革命で体制が交代した中東欧諸国や独立国家共同体諸国の自由市場経済への移行にあたり個人や企業を財政的に支援することを使命とする国際開発金融機関。1991年4月1日にロンドンで発足した欧州復興開発銀行の目的は 旧共産権である中東欧諸国の経済体制転換を促進することである。また民間の経済活動による自由市場経済の発展を支援することも同時に目的となっている。欧州復興開発銀行は競争、民営化、雇用に加えて構造的で部門特有の改革を促進している。また欧州復興開発銀行単独の融資によって 国内資本の近代化のほかに、協調融資の蘇生や外国からの直接投資を支援している。このような投資は主に民間事業体に対して行われ、通常はその相手先と合わせて実施される。欧州復興開発銀行は関連分野において技術協力以上の貢献を行い、また国際金融機関や国内外の団体と協力することもある。 特に援助が必要であるのは、銀行、産業界、事業者であり、これらの新設や、既存の企業に対する投資を進めている。また、国有資本と協力することで、国営企業の民営化や再編、地方行政サービスの改善が図られる。活動にあたって、欧州復興開発銀行は、付託を受けることが求められ、これによって、民主主義の原則が守られている。 また環境保護の面でも重要な役割を果たしている。最も重要な資金調達への対応措置には、欧州復興開発銀行自身による直接融資や出資、保証業務のほかに欧州復興開発銀行が参加する情報仲介の場を通しての融資がある。欧州復興開発銀行の出資者は61の国と2つの国際機関であり、 そのため欧州復興開発銀行は公的機関に分類される。主要な機関は総務会と理事会である。欧州復興開発銀行の総裁は総務会での4年ごとの選挙で選出され、2012年5月18日からはイギリスのスマ、チャクラバルティがついている。また欧州復興開発銀行には以下の業務を担当する部局が設置されている。 2008年6月のフランスの LX プレス紙によると、総裁の給与は年間で42万8000ユーロで、このほかロンドンに、校舎や運転手付きの公用車が与えられている。ありがとうございます。